お疲れ様です。はい、お疲れ様です。あのジャンクスポーツ、はい、浜田さんと面白いやり取りがいくつもありましたけど、はい、まあ、3月18日ですか。あ、オンエアそうでしたね、はい、はい、オンエアの時の開口一番、はい、お前の声はイライラするなみたいな第一声はですね、はい、これはですね、まあ、もともと僕浜田さんとジャンクスポーツ以外で、まあ、僕がまだ若手の頃に、まあ、プロ野球のほら年末年始のこう特番みたいのがあって、まあ、クイズ番組かなんかで共演させていただいたことがあったんですね、まあ、12球団なので、はい、で共演させていただいたことがあって、で、まあ、そこで初めて浜田さんと絡んだと。で、まあ、僕もどちらかというともう、ね、ダウンタウン世代ですから、ね、まあ、昔から浜田さんのことも当然松本人志さんのことも当然見てましたし、でその中で、いつか浜田さんに突っ込んでもらえるような形になるといいな将来的にっていうのは実は少しその時思っていて、で、その、クイズ番組の時にもちょっと突っ込んでもらったことがあって、でそこでどうやったら突っ込んでもらえるんだろうというような形で自分で考えてそういう発言をしたっていうのが、で、僕はジャイアンツにいた頃に浜田さんはジャイアンツファンですから、その次に共演した時に前田が出ると打たれっからなみたいな話を言ってくれたわけですよ、ね、はいはい、そう、僕はそんなに抑えていないんでしょう、浜田さんが、ね、ジャイアンツ戦を見た時に、ね、これは、ね、あの突っ込んでもらえてるわけですから僕としてはあの嬉しいわけですよ、ね、うん、お前が出たら安心したって言われると逆にちょっと面白くないじゃないですか。お前が出るとお前よく打たれるんだよなっていうところからの、これがまたジャンクスポーツで実はそれがあってですね、僕ジャンクスポーツ今回で、3度目なんですよ、出していただいたのが。で現役辞めた後にその話を浜田さんがしてくれて、で久しぶりに今回ね、まあ、昨年の9月だったかな、オンエアの体育祭スペシャルですかね、スポーツ有名校の体育祭スペシャルで出していただいた時に、まあ、その話も僕はしっかり覚えていたので、なんとか浜田さんに突っ込んでもらえるような話をしたいということで、自分から浜田さんの方に突っ込んでもらいたいっていうようなチャレンジを実はしていてですね、でそれがうまくいったと。で、今回のですね、まあ、3月18日にオンエアされたものですけれども、まあ、自分のしゃべる、ね、その台本の中で自分がしゃべるところに、書いてある文とはもうまるっきり違うことを言うと、浜田さんにどうやって言うと突っ込んでもらえるのかなって自分で考えて、これをこういうふうに言ったら突っ込んでもらえるんじゃないかなって考えた中でのあの僕の発言なんですよね、よくね、まあ、浜田さんに突っ込んでもらいたいなっていう芸人さんもいるとか、まあ、いろんな方もいらっしゃる中で、まあ、僕もなんとか浜田さんにこう突っ込んでもらえるような喋り方ですよね。なので今回の、ね、まあ、僕の喋りで浜田さんが突っ込んでくれたのでやりましたっていう感じでしたね。まあそんなにたくさん共演があるわけではないんですけれども、その中で、浜田さんに突っ込んでもらえるとご利益あるみたいなね、自分の中で勝手にそう思ってるだけでね、なんとか自分で突っ込んでもらいたいという、苦肉の策があの喋りになりましたね、そうですよね。数いる、まあ、プロ野球選手、元プロ野球選手の中で、はい、まあ、結構浜田さんの中で印象深いんじゃないですか、はい、あんな突っ込み方する浜田さんあんまりないじゃないですか。ああ、そうですね。なのでまあやっぱ呼び捨てで呼んでもらえるのが嬉しいわけですよ。まあ、台本とかには前田さんって書いてあったりするんですけど、まあ、前田さんって呼んだりもね、あるんですけども、やっぱり浜田さんに前田って言ってもらうとなんか距離を近く勝手に自分の中で、ね、いいこう距離感になったなみたいな、で、まあ、そんな錯覚を、ね、するわけですよ私が、ね、まあ、なのでやっぱり前田っていう風な形で呼んでもらえるような、前田さんって言われるとちょっと距離を感じるので、まあ、僕の中ではダウンタウンの浜田さんと近づけたっていうところでは、ね、その前田って呼んでもらえるのは僕の中でも最高の気分ですよ。突っ込まれるなんてこんな、ね、光栄なことありませんよという形ですよ。はい、まあ、夢叶ったというか、いや本当そうですよ。受注通りですか、はい、いや本当そうですよ、ね、今度はこうやってこうやってもらいたいですね。はい、はい、じゃあちょっと最後にツッコミの中にあったんですけど、はい、奥様にうまいこと言うてんちゃうやろなって言ってたあれ正直どうなんですか。あれはですねちょっと僕伝え忘れたんですよ。そう、うちの奥様は出演で、映しますよっていうようなことで台本には書かれていたので、それを僕がちょっととちっちゃって、奥様が来てますよってあれテレビで言ってましたけれども、あれ僕が実は一回とちってて紹介してなかったんですよ。でそれを
僕はちょっと思い出して、で浜田さんもその後に、まあ、浜田さんすいませんちょっといいですかと、まあ、そこの部分はカットされていたんですけど、でこの話をして、そううちの奥様の話をして、でもそこでやっぱ浜田さんはその台本とちょっと違う動きになってすぐ切り返してそういうツッコミを入れていただいたので、やっぱり浜田さんってすごいなっていうふうに思った一面でしたね。あれね、テレビ慣れってあんまりしてないじゃないですか、僕も。まあまあ、してないっていうかしてるっていうか、まあまあ、どちらかというとあんまりしてないじゃないですか、まあ、浜田さんとかもプロ中のプロですから、ね、そこでちょっとね話がちょっとずれたりしてもそのツッコミがバシッて返ってくるところっていうのはやっぱりねすごいなと思いましたね。はい、まあね、本当これからもね、そうですね、お前だよって言われたいんでね、またぜひね、出演させていただける機会がねもしね、あったら嬉しいですね。はい、はい、これからも期待したいですね。はい、はい、ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。